皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではガチャ配信するほどでもなかったが、ちょっと動画にしたいガチャ動画の結果をお見せしたいと思います。ぜひちょっと見ていってください。まだね、この収録時点で今聞いてないのでね、リアルタイムになりますが、見ていってください。じゃあ行ってきましょう。今こちらですね、コスト17から19までありまして、それぞれ6枚18枚あったらウハウハやん。2枚1枚っていうことになるんですけど、やっぱね、引きたいのがね、どうしてもあってね、特集が炎きついじゃないですか。ただ炎もあったらあったでいいから、こちらですね、炎の特集でまだ持ってないのがこのモユ様のエレクトロンバウトになるので、こちらを引いていきたいんですよね。 0.5% それぞれ6枚2枚、1枚と9枚あるので、まあ、このうち2枚は出てほしいなっていうので、ちょっとモユ様を引きに行きたいなっていうふうに思ってます。そうすればドロップとかメモリアメダルとかで貫突持っていけるので、2枚は欲しいですね。で最後にこちらの公開生放送ガチャを引いて、何が出るかっていうのをやっていきたいと思います。こちらのね、交換チケットとメダル美味しいですしね、出現一覧もこちらのどれかが確定で引けるので、かなり美味しいかなっていうふうに思います。僕が欲しいのは、単純に役割って言ったらこのクレハの淀みを蹴ってなんですけど、僕はちょっとカズハのこれメモリア持ってるんですけど、衣装持ってないので、ずっとEX ペンダントメダルチューブラリンになってるから、とりあえずこのカズハの猫耳衣装を引いていきたいと思います。なのでモユ様かカズハかで、まあクレハのさっきの特殊衣装のやつでもいいですねっていうのをちょっと引いていきたいと思いますので、ぜひぜひ見守ってください。それじゃあまずコスト17のガチャから引いていきたいと思います。6回分ありますからね、1回一気にいきましょう。じゃあ回していきます。どうだ、お願いします。モユ様、まあコスト17はね、さすがに確率が悪すぎてモユ様なんて出てくれるわけがないんですけどね、まあ1枚でもここ当たりに引いたらめちゃめちゃでかいっていうことで、ちょっとやっていきます。まあ、ここはね、グロッピー来ることもここ引っかることも確定してるんですけど、じゃあちょっと1枚ずつ見ていきましょうか。まあ、せっかくなんでここのブルーになってるのを開けていきます。モユ様、おっ、いい、コスト17以上で衣装やった。まだゲットしてない衣装ゲットしましたね。しかもヘルボルっていう、いやーこれは嬉しいわそうそうか、ちょっとあれだわ、後で BGM つけようと思ってね、ここ音入れてないんですよそうね、ようだよね、これは。いや、ようでかいな、待ったちょっとね、まあ、特に、まあ、いいや、とりあえず全部開けますね。まあ、ここは次からちょっとね、BGM 復活させますわ。後入れじゃなくて、この BGM のままやっていきます。ちょっとね、動画編集するとね、BGM 途切れちゃうから、いつも後入れだったんですけど、まあ、ガチャだからいいかなっていうので。お!また衣装だ。すげえな、めっちゃ衣装出るやん。おー、しかもヘルボール。ヘルボール続き、めっちゃいいな。もうチカル、いいですね、猫耳チカル。あ、じゃあこれならカズハも一等出てくれますな。いどうだ、モイ様来てほしいんだよな。おお、あれこれ初か、思い出はかも。おお、ほらそうだよね。おお、いいね、初もゲットしてるし、遅延メモリア、結構いいな、コスト17なの。また衣装だ。嘘でしょ、マジでヘルボルじゃん、やばい。じゃヘルボルフィーバー来てますよ、マジっすか。めっちゃめっちゃ取れ高あるんだけどコスト17なのに、すげえな。じゃ次、このままさ、モイさんも来てくれんじゃね。あー、これはもう貫突してるやつですね。あ、どうだ、あー、これも貫突してますね。まあまあまあ、でかいっすね。ニューメモリア4つで、ほらこれやっば、すげえな、いいな。
マジか。やっぱ収録すると苦渋運じゃない、ガチャ運いいかもしれない。おー、やば。コスト17でこれはかなり熱いですね。じゃあこの調子でコスト18もいってみましょう。2枚あるからね、コスト18で結構いけるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、じゃあちょっとやっていきましょうか。さあどうなるでしょうか、いってみましょう。はい、いいね、幸先いいよ。じゃあここでボイ様来てくれんじゃないですか、本当に。いやー、まあこの演出を、あ、BGM 入れるっつって入れてないわ。まあいいや。じゃあもう後入れだな、もう BGM はな。よし、じゃあ、行きます。どうだ。あ、ヘルボル多いな。まあね、ヘルボル好きだからね、そりゃヘルボル来てくれますよね。これはね、もうすでに関東済みなんで、まあいいですけど。お願いします。ヘルボルで特殊で引くわけが、引いてないわけがないからね。あー、これもね、もうね、貫突しちゃってるので。いやー、ここは不発でしたね。さすがに、この、層は、問屋は下ろさないってことですね。じゃあ、ちょっと、コスト18行ってきますよ。いや、マジ、コスト19だったらさ、いけるでしょう。何パーセントよ。だって、2.564% よ。いや、これ引くでしょ。モユさん、モユ様おるか。あれいない？あ、いた、いるよね。おー、いた。あった。そうだよね。さっき見たもんね。エレクトロンバウ 2.564%。これをピンポイントで引いていきたいと思います。じゃあ、いきますよ。んー、どうだ？お願いします。いや、これ一本釣りできたらかなり熱いな。結構ね、なんとか普通に貫突まで持っていけるもんね、多分。そのすぐは無理だけど、おいおい貫突までいけるからな。結構単純に、炎がね強化されるから、いやこれはでかいですね、引けたらね。じゃあ行きますよ。どうだ、お願い。お、いいね、衣装やばい、今日衣装4つ目よ、かっこいいな。おお、来た。見たこれ。収録の力ですよ、やば。ここでモユ様ピンポイントで引きますか、持ってますね。やーべえ、超取れ高あんじゃん。じゃ、これから、あれだね、ガチャさ、動画で引いた方がいいんじゃない？これめちゃめちゃいいんだけど、嘘でしょ。やーば。皆さん、これが持ってるものの力ですよ。やったね。いいですね。いや、めちゃめちゃいいよ。だって衣装4枚で、しかも、お目当てあったモイさんもちゃんと引けてるからね。やば。いいな。あ、これもある？どう乗って、これも引っちゃうか、なんか出るわ。衣装付き、お願いします、お願いします。調子乗ってるからね今。もうここで一回こけるよな、今コスト16だしね。これでさ出るわけないからさ、そんなどうせコスト16とか17が出ておしまいなんで、ここはまあちょっとね、さらっといきましょうか。ここはまあこのついてないところからね見ていきたいと思います。さあ何が出る。ああ、まあ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 、あれこれ多分貫突してるよね、多分これは。これどう、あ、いいね、これは。お、あれこれ多分まだ貫突してないから意外にいいって感じかな。なるほどね。まあまあでも別に、まあ、戦力強化には多分なんないけど、まあまだ貫突してない引けたんで、よしとしますか。ではお目当ての最後のこちらですよ。もう一度見ますが、僕はカズハが一番来てほしくて、この次にクレハが来てほしいんです。どちらかが来てくれれば OK です。で、一番来てほしくないのはこれ。ブレイクタイムです。衣装解放ないからね、今回はね。今 HP アップをね、今年は目標にしていきたいから、できるだけ衣装回復を願いたいとこです。って言ってね、今までね、ガチャ放送とかでも、これだけ来ないければいいよってやつが全部来てるんで、フラグ立てまくってるんで、僕は多分これ本当にブレイクタイム来そうな気がしますけどね。でも今日はね、さすがに収録中ってこともあって乗ってるんでね、カズハをね、ピンポイントで一発で引いてやりますよ。僕のカズハへの愛がここで炸裂することをお見せしたいと思います。しかもね、これ見てください。11連ガチャ、ジュエル、消費しないんですよ。これね。こういう美味しいガチャはね、ジュエルを消費しちゃいかんですな。じゃあ、ちょっと引いていきたいと思います。じゃあ行きますよ。カズハ、いらっしゃい。お願いします。頼むよ。お願い。いやでも来そうだな、ほんとに。あ、でもね、クレハでもいいよ。クレハでもいい。
でも結構さ、生放送の番組でもキーと出てたから、だとツイッターでもキーと引いている人多かったから、キーと意外に出やすいかもしれない。でもキーとでもいいよ、キーと好きだから。とりあえず昇格あるかもしれないんで、ここ見ていきましょうか。いやー、昇格来てほしいな。俺昇格来たら激アツなんですけどね。いやー、どう来ないかな。いやー、まあいいでしょう。とりあえず昇格はないね。 OK、 まあまあまあ、でも1枚は確定してるんで、じゃあお願いします。カズハさん、僕はあなただけを思っています。聞いてきます。どうだ、お願いお願いお願い。あライムか、なんかすってきたな。しかもこれ衣装持ってるやん。ふぅ、そう、これ貫突してないのかな、知ってたような気がするんだよな。あー、マジですか。あ、あ、やっぱブレイクタイム来た。やっぱ来たじゃん。何それ。ほら、ブレイクタイム来たよ、言ってた通り。いや、でもいいわ。すげえな、ノーマルからの昇格。まあ、昇格。これはいいですね。なんだ、これで終わるかと思ったら、ブレイクタイム、いい落としどころを引いてくれましたね。いいですね。あー、でかいね。メモリアメダルももらえて。いやー、トータルめちゃめちゃいい引きだったんじゃないですか。衣装4枚解放できて、でお目当てだったモイス様をピンポイントで引いて、でブレイクタイムだけは引きたくないよって言ってて、それが来るっていうね、まあ、一番いいところで落とし込めたんじゃないでしょうか。ということでガチョ動画になりましたけど、いかがでしたでしょうか。皆様はね、何を引けたかちょっとコメントでいただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺までになります。よければチャンネル登録や高評価もしていってください。それでは皆様、ごきげんよう。